北南西北楽園への扉開かん。違うか。笑ってないで何か考えなさいよ。南西北楽園への扉開かん。違うか。ああ、こういうまどろっこしいの大嫌い。あんたに任せるわ。
行き止まり？でも、なんか変。そういう言い方をする人もいるわね。私たちは楽園と呼んでるわ。ヘルバはどこに？とりあえずここの住人たちに話してみよう。それはヘルバに認められた者だけが使うことを許されたゲート。あなたたちには使えない。本物の偽物、偽物の本物、どっちが本物？君は今本当に起きているかい？ほっぺをつねったってダメさ。僕らの夢はとてもリアルなんだ。知らない、知らないよ。本当に何にも知らないよ。うふっ。物事を突き詰めて考えるという作業は自問自答を繰り返すことによって完成度が高まっていくものである。それは蒸留酒を作る作業に酷似していると言えないだろうか。私の名前もそうした理由でつけたのだ。安直に他人に救済を求める前に自らが考え答えを導き出すべきである。よって私はあなたたちの質問、ヘルバについて聞きたいんだけどに答える意思はないと言えよ。長っ。光はもう十分だ。水だよ、水をくれ。そしてぬくもりを。ヘルバをお探しか？はい。ヘルバから多少は聞いてはおる。黄昏の碑文な。ざっくり言ってそれ自体は精霊の時代がいかにして終わりを告げたかを語るものだが。終わりの物語？さよう。しかしテキストも散逸しておる上にこれがえらく難解でな。まあ一筋縄ではいかん。さっきから気になってたんだけど、ここの人たちって他では見かけない姿ばっかりだけど。ここは元来失敗作と呼ばれるNPC の集うデータの吹き溜まりだった。それを面白がりキャラデータをいじくり回して失敗作をロールする PC も集まるようになってな。今となってはその境界も曖昧で、自分が PC なのか NPC なのかもわからなくなってるやつもある。もしかするとすでに肉体はなくキャラデータだけが動き回っているやつさえおるかもしれん。そう、ハロルドのようにな。ハロルド？
どうしてもモルガナと話し合う必要がある。彼女のところに行くには生身の体が邪魔になる。だとしても行かなくても、私たちのアウラのために。エマ、私にあと少しの勇気。ヘルバ、この世界の創造者ハロルド・ヒューイックの言葉よ。で、私に何か用？黄昏の碑文、坊やたちもそこにたどり着いたわけね。あら、珍しいお客さんだこと。ネットスラムを代表して歓迎するわ。楽園へようこそ。バルムンク、あなたはリョースに着いたわけね。偉そうに言ってた割には脆いもんね。俺はお前らとは違う。坊やの後をつけ回すなんて、フィアナの末裔の名が泣くわよ。バルムンク、僕たちを利用したのか？秩序を取り戻すためには仕方のないことだ。秩序？世界が欲する秩序とあなたが望む秩序、あるべき姿はどちらかしら？無論私が望む秩序だ。真打ち登場、役者が揃ったってわけね。無駄口はそこまでだ。やはりお前たちはこの世界にとって危険な存在でしかない。消えてもらう。何をした？私は何もしていない。彼女は私たちがお気に召さないみたい。彼女？そう、つまりこの世界そのもの。Ah!
一度タウンに戻ろう。なんなのよこれ。嘘よね。もしかすると、この時がターニングポイントだったのかもしれない。僕とゲーム、ザ・ワールドとの関わりは、遊びの域を超えてしまった。しかも、事件はネットの外にまで広がりつつあった。Meep, meep, meep.